イブリーヌ県、イブリーヌ県、イブリンは、フランスのイルド・フランス地域県に属し、パリの西に位置する。かつてのセーヌイコールウワーズ県が解体され、1964年に新設された。人口では、国内8位の県である。県庁所在地ベルサイユは、同盟の宮殿の発展と共にアンシャンレジーム時代に、首都脳を持ち、 1871年から1879年までのフランス第三共和制時代にも同様の役割を果たした。それ以降も宮殿はフランス国会開会の際に議場として利用され憲法改正の採択が行われた。パリ盆地の中心に位置する。県は北をバルドワーズ県、東をオードセーヌ県、南東をエソンヌ県と接する。これらの県は イブリーヌと同様、旧セーヌイコールエイコールオワーズ県廃止によって生まれた、県である。南東を接する、ウールイコールエイコールロワール県は、サントルイコールバルドロワール地域県に属している。北西を接するウール県は、オートイコールノルマンディ地域県である。県東部はその北側をセーヌ川に沿っており、パリ都市県の一部であるが、県の残りの部分はいまだ農村であり、 ランブイエの森のような豊かな森林地帯を持つ。人口が2万5千人以上のコミューンは、ベルサイユ、サルトルビル、マントラジョリー、サンジェルマン・アンレー、ポワシー、コンフラン・サントノリーヌ、モンティー・コール・ルイ・コール・ブルトン、プレジール・ウユ・レ、ミュロー、ランブイエである。これらは、サン・イコール・カンタン・イコール・アン・イブリのニュータウンに、含まれる7つのコミューンと同様。 県北東部に多く点在する。イブリーヌの地形は平均標高150メートルの谷に刻まれた平野である。最も標高の高い地点201メートルは県の最も北にあるガレンヌの森の中にあり、ベクサンフランセ地方との境界にあたる。反対に最も低いのはセーヌ川がイブリーヌから出てブール家に入る直前の地点。 セーヌ川の精神する場所で9メートルしかない。イブリーヌの地質構造はビルドフランスのそれと一致する。より一般的にはパリを中心とした広大な堆積盆地であるパリ盆地の中である。これは第三期時代の石灰岩、マール、砂と粘土が交互に重なった積層で構成される。イブリーヌとは古い地名であるイブリーヌの森。 フォーデー・イベラインからの釈明である。イブリーヌは8世紀の低ラテン語でシルバー・アキリーナと呼ばれていた。アキリーナの語源ははっきりしない。複数形のイブリンは誤りである。イベット、イベットという地名と同じ語源である。しかし、ラテン語でアクアは水を指すため、校舎の可能性が高い。コフランス語でイブ、アイブとなってエッテという小さな設備字が付けられたのである。 ランブイエ周辺で、このイブリーヌという地名がついたコミューン名を複数見つける子ができる。2006年の調査において、イブリーヌは542、152人の雇用を創出している。これは、地域圏全体の9.8%に当たる。イブリーヌ経済は、地域圏中パリ、オードセーヌ県、セーヌサンド2県に次いで、第4位であり、グランクーロンル内では1位である。 地域圏内の予想と同様に、第三次産業が、職種の75.7%と多数を占めているが、他の県に比べると大幅に少ない、地域圏での平均は81.8%である。イブリーヌは、地域圏で最も工業化が進んだ県であり、96,506もの製造職がある。これは、地域圏全体の16.4%である。農業は、 雇用全体の0.6%とわずかである。県経済は1999年から2006年まで比較的ダイナミックであり、総雇用が7.5%上昇した。しかしこれは地域県の平均成長率プラス9.3%よりも下回っている。イブリーヌにおける観光はパリに近いところがこのまれそしてフランスで 最も観光客が訪れるベルサイユ宮殿があることが特徴である。2007年に観光客が最も訪れた場所はベルサイユ宮殿周囲5236317人、トワリー動物園378639人、エランクールにあるテーマパーク、フランスミニアチュール17万5000人、エスパスランブイエ103545人であった。 ベルサイユ宮殿は、ビルドフランスの有料観光地の中で、ディズニーランドパリ、ルーブル美術館、エッフェル島に次いで4位であった2008年。イブリーヌの人口は新設以来力強い成長を経験している。1970年代半ばまでこの強い成長は続いたが、平均年間成長率は以後鈍化した。これは1975年までの大幅な移住のおかげである。 しかしその後1999年からマイナス傾向にある。参照元 INSEE2006 年時点の県の人口密度は611人平方キロメートルであった。これはフランスメトロポリテーヌの平均113人平方キロメートルよりはるかに高いが地域県内の平均より低い962平方キロメートル。この平均は 大幅な格差をカバーしている。結果として、県全体の3、4を占める県西部と南部では、主として人口密度が平均以下である。こうした地域では、県全体の半分にも満たない85のコミューンで人口密度が100人、平方キロメートル以下なのである。対照的に、パリ大都市圏の延長である北東部は最も都市化が進み、より高い人口密度を要し、 700人、平方キロメートルにもなる。こうした2分された姿は、県内に2つの都市軸があることを表す。一つは、西のシャトゥーから、マントラジョリー、ボニエールシュルセーヌへと続くセーヌ川谷沿いの軸。もう一つは、北東から南西に向けた軸で、ビロフレーとベルサイユから直線で、ランブイエへ向かう、国道10号線に沿った軸である。後者の軸は、 ベルサイユ南西に誕生したニュータウンサンイコールカンタンイコールアンイブリの創設という強力な後押しを受けた。長い間フランス王の宮廷がベルサイユに置かれていたイブリーヌは未だ国政において控えめな役割を担っている。イブリーヌでは世界の先進国グループの会合が2度開催されている。1975年にこの種の首脳会議として最初に ランブイエ城で開催された G6、1982年にベルサイユ宮殿で開催された G7 である。イブリーヌの政治的傾向は、様々な政治的表現で証明されているように、右派傾向である。県議会の多数会派である、イブリーヌのために一緒に、アンサンブルポアーレ・レイブリンは39の議席の25人のムップ議員と1人の新中道議員、2人の DVD 議員を含む28人が所属する。2008年フランス地域圏選挙以来、左派政党が都市部の多くで躍進する傾向であることが確認できる。したがって、2012年フランス大統領選挙では、ニコラ・サルコジは第2回投票で、全国平均の投げ数48、36%より、明らかに高い54、30%を獲得した。 イブリーヌを描いた絵画作品は歴史上の事件を描いたものを除いて基本的に風景画である。風景画は長くマイナーな分野で特に19世紀の終わりから印象派の画家たちにより発展した。画家たちがイブリーヌに魅力を感じたのは風景とパリからの近さの両方であった。1837年に最初の鉄道路線が開通するとよりアクセスが容易になった。 そして農村が主体の県として今も田園や森林、ぬがしといった風景が存在している。イブリーヌでは複数の絵画の葉が見られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。